都議会民主党の4人が公費でブラジルに調査に行った際に発表した報告書がジェトロの職員が発表した論文と極めてよく似ていることが分かりました。民主党は意図的ではなかったが結果的に盗作になってしまったと話しています。ジェトロ職員の事前に発表されていた論文が盗用されている疑惑が明らかになりました。都民を騙し裏切る行為であり、調査団は都民に謝罪し費用を全額都に返還すべきだと。これは共産党都議団が会見し明らかにしたものです。民主党の4人の都議はおととし10月環境政策などを調査するためおよそ765万円の公費を使い10日間ブラジルのサンパウロやクリチバなどに視察に行っていました。共産党は民主党が調査後に議会に提出した報告書の外観的に論じてみたいとする結論部分がジェトロの職員の論文のほぼ丸写しになっていると指摘しています。これに対して調査団の団長を務めていた民主党の大沢昇政調会長は記者団に対して次のように話しました。参考資料という形の中で言ってきたことの部分がこういうことに使われてるんですよっていう参考部分の資料としてやったところがそれがそこの部分が落ちてしまって最後に結論部分というような形になったような編集になってしまって誤解を与えてしまっている。盗作になってしまうということは、はい、それは間違いのない事実だと思います。また民主党はこの後会見を開き盗作の意図はなかったが意識の持ち方に問題があったと謝罪しました。直ちに報告書を訂正するということです。はい、1人当たり200万円近くを使って10日間も視察し、はい、調査報告書もまともに作れないというのは納税者の立場からは納得がいきませんよね。そうですね、はい。今後海外視察の在り方についても改めて考え直す必要があるのではないでしょうかね、はい、とても歯切れが悪いですからね、はい。この件についてジェトロの広報は大沢政調会長から今日電話で連絡があり本人に代わって受けたまわった。事前に掲載の許可を取ってほしかったが真摯な謝罪があったのでこれから新たなアクションを取ることはないと思うというふうに話しています。